おかえり、キリト君。ん？どうしたの、キリト君。心なしか顔色が悪いみたいだけど。SAO の中なのに？モンスターに何かバッドステータスをもらったりした？ねえ、ひょっとして疲れが溜まってるんじゃない？体は動かしてないと言っても脳は働き詰めなわけだし、休息が必要なのは同じだよ。知らず知らずのうちに体調が悪くなっていってもおかしくないと思うな。それに現実世界の体が何かの病気になったのかもしれないし。うん、決めた。キリト君はしばらく攻略禁止。部屋でゆっくりお休みしなさい。休みなさい。よろしい。心配していました。ピナもここでずっと看病してたんですよ。いえ、そんな迷惑だなんて。キリトさんはみんなの希望ですし、それに私のヒーローですから。だからこんな病気なんかでくじけちゃダメです。早く良くなってくださいね。キリト？キリト、病気になったって本当？なら私がキリトを元気にしてあげるね。
なんで？だって男の子はこうすると元気が出るんでしょ？私の胸でキリトが元気になるならいいかなって。本当に？あ、本当だ。その動きができるならもう大丈夫だね。もうキリトすっかり元気になったんだ。あたしの胸のおかげだね。じゃあまた遊びに来るね。バイバーイ。あ、ママ。パパが起きました。本当？ゆいちゃん、おはよう。キリト君、ちょっと待っててね。今お粥作ってるから。 SAO の中だから栄養は関係ないかもしれないけど、やっぱりお腹は空くでしょ。大丈夫ですか？あまり顔色が良くありません。パパ、このところずっと休まず攻略を進めてましたから。そういうこと。やっぱりキリト君は頑張りすぎなのよ。いいえ、キリト君の性格は私が一番よく知ってるから。ほら、起きちゃダメ。おかゆ私が食べさせてあげるから。あんして。はい、おいしい。大丈夫だよ、ゆいちゃん。パパは SAO の中で一番強いんだから。こんなのすぐに治っちゃうわよ。はい、そうですね。そう、すぐ治る。そうよね、キリト君。私はキリト君の奥さんなんだから。私もパパの娘ですから。それじゃあゆいちゃん、パパを休ませてあげましょう。夜更かししたらダメですよ。だってお兄ちゃんが倒れたって聞いたから。
だって思い出しちゃったんだもん、現実でのこと、お兄ちゃんが寝てる病院のベッドのこと。お兄ちゃんともう一度話すためにここまで追いかけてきて、やっと一緒になれたのに。もしお兄ちゃんがまた目が覚めなくなっちゃったらって、そう思ったらいても立ってもいられなくなって。それで、ごめんね、私なんかちょっと泣き虫になっちゃってたみたい。ダメだよね、病気なのはお兄ちゃんの方なのに、私が慰められちゃった。本当？お兄ちゃんは今も昔もやっぱり私のお兄ちゃんだよ。じゃあもう行くね、今日はゆっくり休んでね、お兄ちゃん。へえ、キリトの周りには女の子がたくさんいるね。なんだか元気そうじゃない、もしかして仮病なんじゃないの。あ、そう、だったら早く治してよね。まったく、キリトがそんなんじゃ調子狂ったら。いい？今日ばっかりは可愛い女の子に頼られたからって無理しちゃダメよ。外出も禁止、装備いじるのも禁止、ベッドの上でおとなしくしてなさい。それじゃあね。キリト？ごめんね、私みんなに言われるまでキリトが体調崩してるって気づけなかった。ううん、ダメだよ、だってあの時だってキリトは私のことちゃんと見ていてくれたもん。私はキリトにあんなことしたのに、キリトは助けに来てくれた。だから今度は私がキリトを救うよ、全力でキリトのお世話するから。何でも言ってね、キリトが望むなら何だってするから。じゃあ私そろそろ行くけど、また何かあったら呼んでね。私どこからでも駆けつけるから。いいっていいって、私が好きでやってるんだし。それにこんなのキリトが私にしてくれたことに比べればなんてことないよ。キリトの周りにはアスナもいるけど、アスナに頼めないようなことは私に言ってね。
絶対ね、絶対だよ。それじゃあおやすみ。気がついた。そんなわけないでしょ。アスナたちと交代でそばにいようって話になったの。病気の時って起きた時に一人だと寂しいでしょ。それで今は私の番。けど起きたならもういいわね。おお、キリト、もう大丈夫なのか。少しは休息を取れっていう神様のお告げだったんじゃないのか。そうかいそうかい、まったくお前は幸せ者だよ。Let strength be granted so the world might be mended.